い、どうも、いがちです。今回なんですけども、僕が旭川に移住して、どうだったかって結構動画で、いろんなところで話してると思うんですけども、今回、僕の家族、息子と奥さんにも、ぶっちゃけ、旭川ってどうだったかなってことを、聞いていきたいと思います。で、こんな硬い感じで話すのもあれなんで、今日は、見えないんですけど、ピザとかお酒を用意して、ちょっとね、食べながら、ゆるく話していきたいなと思います。こんな感じです。ちょっと買いすぎっていうぐらい。いろいろあります。はい、じゃあちょっとね、聞いていきたいと思うんですけども、じゃあ、美味しそう。いや、息子さん鍋得意だからさ、できるかな。一口で食ったの？じゃあ多分食べれないから、まず奥さん握りのかな。もうすぐ2年経つけど、北海道に来てどうでしたか？ぶっちゃけ。今のところ貯金ができております。貯金ができた。そんなできたっけ？旦那さんに言うと全部使おうとするので秘密にしています。だそうです。じゃあ、ひろとくん、北海道どうですか？北海道難しいか？あのカメラに向かって、じゃあ、雪どう？雪好き？雪好き。おお、雪はやっぱ子供は雪が好きと。雪遊びできるからね。前のお家覚えてる？千葉県の流山にいた頃の覚えてないか。比較ができないかな。今楽しい？雪遊び。楽しいに決まってる。楽しいに決まってると。決まってる。なんで子供は楽しんでます。パパはどんな風になって、うん、雪はどうですか？パパは雪はちょっと大変かなと。まあ、雪が大変というよりは、雪自体はね、結構やっぱり好きなんだよね、うん、やっぱり雪が降ることによって車がちょっとね、運転が怖かったりとか、朝の準備に時間かかったりとか、道が混んだりとか、そういったところがあるので、ちょっと大変かなと。あ、ちなみになんかさっき貯金ができたってあったけど、それ以外なんか北海道に来てどう？良かったとか、ちょっとこれ後悔したとか。ディズニーに行けない。ディズニー行けない。ディズニー行きたい。そう、千葉県にいた頃ってディズニーしょっちゅう行ってたから、急にパッタリ行かなくなったのはやっぱり寂しい気持ちがあるので、北海道に住んでディズニー行くってどんだけ大変なのか、どんだけ時間がかかるのか、どんだけお金がかかるのか、これどっかのタイミングでやりたいと思います。うん、みんなディズニー好きなんで、なんでそれはこうご期待ということで。まあ、パッと見ね、まあ、10万以上はね、やっぱ飛行機とか宿泊とか考えると、あのディズニーの、ね、入場券も今値上がりしてるのでね、結構かかると思うので、なんでちょっとその辺はね、しょっちゅうねディズニー行った人がやっぱり北海道行くとどんだけ大変なのかなっていうのは気になると思うので、やってみたいなと思います。あとは、まあ、雪は好きなんだよね。最近どんな雪遊びしてんの？雪遊びってどういうのしてんの？雪合戦とか、うん、氷山滑り台とか。氷山滑り台？何それ？氷山を滑る、氷の上を滑るですけど、氷の雪じゃなくて氷の上。それは滑るな。
まあなんかね、雪遊び楽しんでるみたいですね。ちょっと今の時期が冬なんで雪のことが多いんだけど、そのなんと、うん、雪山で遊ぶの。雪山ね。何飛んでは。あれさ、パンチはダメでした。ちなみに今雪降ってるけど、暑い時は何したの？ん？暑い時、夏は。暑い時の楽しみは。うん。シャボン玉と、シャボン玉、シャボン玉遊びと、うん、水遊びと、水遊びね、この動画でも結構ね出てましたね。あとキャンプと、うん、キャンプ、キャンプ、そうキャンプね、よくデイキャンプでね、まあバーベキューあんま肉食べないけどやってます。今度はね、もうちょっとしたらね、5歳になるんで。泊まりがけのキャンプ今年挑戦しようかなってちょっと考えてます。はい、まあ旭川でもいいし、旭川近郊のね場所でもいいので、だからそこはね、竹とんぼ、竹とんぼ、要するに外でね広い広場がたくさんあるんで、あと自転車、そう、自転車、竹とんぼ、シャボン玉、いろんなことができるというこの動画で出してますけど、やっぱ子供はね楽しんでますね。しかもお金かかんないですからね、それはいいなと思います。まだあんの？うん。おったさ？うん。プール。プール。うん。プール行ったか？あとプール行かなきゃね、そろそろね、泳ぎとかね。うん。それもちょっと、プールの撮影は難しいと思うけど、なんかこういうトークでね、あの結果とかお話できたらと思います。やること多いな、まだまだ。うん、やってないことね。うん、結構いろんなことやった気がするけど。はい。何だろう、もうちょっと聞きたかったんだけどな、なんかない？他に良かったこととか。自信がない。自信がない。そう、自信ないね。確かに東京、千葉、地震ね、頻繁になるんで、もう慣れちゃったけど、こっち全然さ、こんな地震ないね。地震ないね、そういえばね。地震。グラグラグラって。うん。地震怖いもんね。うん。でもさ、4歳になったからなんか。4歳になったから大丈夫。本当か？うん。あとは温泉が多い。温泉多い。確かに温泉ね、まあ旭川に限らず近郊でも結構あるんだけど。まあ、うちの子がね、暑いお風呂苦手だからね、あんまりそこまで。ちょっと待って。まあでももう5歳になるから。温泉もね、どんどん行ってみて紹介できたらなと思います。いや、もう10分過ぎてるね。どう、なんか言い残したことない？なんか内容が詰まってるか分かんないから、動画にできるか分かんないんだけどさ、なんか旭川来てどうでしたかっていうことに対して、まあお前はもういいや。パパは良かったよって前で話してたから、時間に余裕ができました。時間に余裕ができました。こうやってね、家族で飯を食べるってなかなかないからね。何をしてるいいからね、まずね、口の中のもんで飲むことになってくれ。確かにこういう家族の時間っていうのはすごいあるし、時間に余裕ができたかなと、思います。やっぱこうやって小さい子供も入れてご飯食べながらの緩い配信だと、まあ、こんな感じになっちゃったんですけども、とりあえずみんな北海道来てよかったなって思ってる様子見えたんですけど、楽しんでるなっていうことでいいですかね。ということで今回はゆるく家族でご飯食べながら、ちょっと北海道に来てもう2年経つけどどうかなっていうのを話しました。はい、じゃあここでお願いします。どうもありがとうございました。こんなんでいいのかな？これ動画できるか、これ。パパ、夏に何月は何をする？
ないでそうか。夏今度ね、じゃあ泊まりでキャンプしようね、ひろとね。パパはキャンプが好きなんだね。キャンプ好きになっちゃった、こっち来たから。